はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は5月の21日で火曜日です。空はね、晴れてます。キューちゃんの塩ね、なんかほんま完全に消えてるんですよ。あれにはちょっと驚きましたね。ねえ、初キューちゃん、もうほぼね、わからないんですよ、どこか。ねえ、キューちゃん。キューちゃんも分かってない感じ。キューちゃんペロペロ舐めてたけどね、その場所ももう分かってない感じ。ないんですから。ねえ、キューちゃん。奇跡ですね。まさかね、あの薬を塗っただけで、ね、取れるとは思ってなかったです。まあこれでね、あの結果も良かったらいいんですけど。でもがん細胞が消えるってまあありえないからね、まあその辺は大丈夫だと思うんですけど。今日のニュースはね、春のね大運動会についてです。最近の運動会ってね、春にやる学校がね多いみたいなんですよね。前まではね、秋だったじゃないですか。夏休みが終わってすぐぐらい。今はね、この時期みたいなんですよ。それはなぜかというと、暑さの問題とか、その時期的な問題があるんでしょうね。勉強と勝ち合うとか。確か修学旅行もね、この時期でしたよね。今の、あの受験生とかはね、この時期がいいんかもしれないですね。ということでね、あの今運動会シーズンみたいなんですよ。それがね、令和の運動会とか言ってね、前とはね随分変わってるようで、時間短縮されてるんですよ。で、午前中に終わってしまうという。で、変わった点って、変更された点って言ったらね、その時間短縮でしょう。それはなぜなら、熱中症になる人が多いかららしいですけど、熱中症ってそれはもう誰でもなるでしょう。もう予防するしかないと思うんですけど。まあ、そのため今の時期やってるんじゃないでしょうか。で、熱中症の予防に午前中で終わるというのが多いみたいです。で、競技がね、もう時間短縮されてるんですよ。まあ言うと、お弁当がないし、学年単位でね、時間を分けてね、効率よく見れるようにしてるんですよね。だからね、30分ぐらいで終わるとこもあるんですよ。見る人で言ったら30分で終わっちゃうの。もうほんで午前中で終わるし、順位をつけない。競技での順位をつけない。なんかね、競技ではね、順位をつけないみたいなんですよね、最近では。まあ、つけてるとこもあるみたいですけど、最近ね、弁当ないっちゅうのがちょっと驚いた。ね。昔は、ちょっと前まではね、昔はね、あの、親と一緒に食べるっていうの多くなかったですか？まあそれもね、親がね両方働いてたらね、ちょっと厳しいとこもあるかもしれないですけどね。いや、弁当が一番楽しみなんじゃないですかって思うんですけどね。まあ弁当がなくなって、あの喜んでる方も多いみたいですけどね。やっぱ大変みたいです、作るのが。っていうことです。もう年1回なんで、それぐらいいいじゃないのと思うんですけどね。親も楽、早く終わって弁当も作らなくていいから親が楽で、あの教員も楽で、子供も早終わって楽っていう感じです。もう楽ばっかりですよね。僕はね、どっちかと言ったらね、弁当やった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。
やっぱ弁当が一番の楽しみで、運動会って言ったらじいさんばあさんらが見に来て、弁当持ってきて見に来て、まあそんな感じじゃないんでしょうか、イメージとして。それが弁当がないというのはね、何の楽しみもないねえ。ケイちゃん、あのね、まあ、ダンスもね、玉入れとダンスがね融合されたるみたいな感じの競技が増えてきたるんですよ、もう時間短縮で。やっぱ運動会のあのダンスって言ったらね、フォークダンスでしょねえ、キーちゃんフォークダンス、あの男女入り乱れてのフォークダンス。まあ子供はねみんなドキドキするんですよ。まあ男と女がね、あのまあ手つないでね踊るっていうことはね、もうほぼほぼないですからね。フォークダンスって言ったらどんな感じで、曲がなったら動くんでしたっけ。あ、それ椅子取りゲームか。フォークダンスっていうのはずっと曲が鳴ってるもんなんですよね。ほんで変わる変わるあのダンス相手が変わっていくという。なんでフォークダンスなんでしょうね、運動会って言ったら。フォークダンスってロシアのダンスじゃなかったですか。やっぱね日本だったらね盆踊りでしょ。まあ盆踊りもね変わってきてね、あの曲を流すとねうるさいという人らが出てきたからね、もうイヤホンでやってるみたいなんですよねなんかそれ聞いて、前にそれあったのニュースで、曲をかけるとうるさいからもうイヤホンでそこで曲を流すっていう感じ、無音の中で踊ってるって感じですよね。デンちゃん待ってた。デンちゃん完全に寝てます。はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯に肉じゃがにししゃもにヨーグルトです。まあこれはねもう残り物っていう感じですね。ヨーグルト、ちょっとねこれ固めのヨーグルトなんですよ。美味しい。久しぶりのししゃも。うますぎ。もう朝から今日はねごちそうですね。朝から贅沢しちゃいました。ハツは階段の下にいます。キュウちゃんはソファーにいます。ジュンちゃんはねハンモックで寝てます。ずっと寝てます。はい、今日はこんな感じです。